ペドロ・モラレスはアメリカ合衆国のプロレスラー。プエルトリコ・クレブラ島の出身だが、少年期に家族と共にニューヨークのブルックリンに移住。主に WWF 及び WWF で活躍していた。ニックネームはラテンの魔標。ドロップキックの名手として知られ、日本では彼がジャイアント・ババにこの技を教え32分ロケット法が、 誕生したというエピソードでも有名。1958年11月、WWF の前身団体である、キャピトルレスリングコーポレーションにてデビュー。WWW 会発足期の1963年には、バディロジャースが保持していた世界ヘビー級王座にも、挑戦した。ドロップキックを得意としていたように、若い頃は、華麗な空中殺法の使い手として鳴らした。 その後、彼のスター性に目をつけたフレッド・ブラッシーの仲介で、ブラッシーのホームリングだった、ロサンゼルスのワウィに移籍。同団体のスター選手となり、1965年3月12日に、ザ・デストロイヤーから、ワウィ世界ヘビー級王座をダッシュ。ワウィ世界タッグ王座も1966年6月から1967年12月に、かけて、ブラッシー バディオスチンなどのチームを破り通算6回にわたって獲得した。その後も西海岸及び太平洋エリアでの活動を続け、1969年11月4日にはハワイでジンキニスキーから NWA 北米ヘビー級王座をダッシュしている。1971年、ブルーノ・サン・マルチノに代わる新しいニューヨークの主役としてビンス・マクマホンシニアに呼び戻され、 wwwf に復帰。同年2月8日、マディソンスクエアガーデンで、イワンコロフを下し、第4代 WW、wwwf 世界ヘビー級王者となる。以後、プエルトリカンのヒーローとして、イタリア系のサンマルチノと、同様、ニューヨークに住む同郷の移民からの熱狂的な支持を集めた。1972年9月30日には、 サンマルチの挑戦者にシェイスタジアムで防衛戦を行った。その後も防衛戦を続け、長期政権を築いたが、1973年12月1日、スタンスタージャックに敗れて王座から陥落した。1974年に WWF を離れ、NWA のサンフランシスコ地区やフロリダ地区、アワなどで活躍。サンフランシスコでは、ピーター・メービアや、 パッド・パターソンと共闘して、ムーン・ドッグ・メイン、アンジェロ・モスカ、ザ・ブルートラと構想。アワでは1977年上期に、ニック・ボック・ウィンクルのアワ世界ヘビー級王座に再三挑戦、名優のメイビアと組んで、ブラック・ジャック・ランザ・アンド・ボビー・ダンカンのアワ、世界タック王座にも挑戦している。フロリダでは、因縁のコロフやパターソン、リック・スレーター、ラーズ・アンダーソンなどを、 構想相手に南部ヘビー級王座や TB 王座を争った。1977年9月1日にはマイアミに遠征してきた新 WWF 王者スーパースタービリー・グラハムに挑戦し10月にはセント・ピーターズバーグとウェスト・パーム・ビーチにてハーリー・レースの NWA 世界ヘビー級王座に連続挑戦。黒人レスラーのロッキー・ジョンソンとのコンビでも 人気を博し、1977年9月に、コロフパターソン、1978年1月に、コロフミスター・斉藤を破り、フロリダタグ王座を2度、獲得している。1980年より、WWF に戻り、8月9日の、ショーダウン・アット・シェイでは、WWF 王者、ボブ・バックランドと組んで、ワイルド・サモアンズから、WWF タグ王座をダッシュ。 同年12月8日には、県パテラを下して、i c o 王座にも退官。WWE 王座、i c o 王座、タッグ王座をすべて制覇した、最初の選手となった。i c o 王座は1981年6月20日に、ドン村子に敗れて一時陥落するも、11月23日に、奪還に成功。以降1983年1月22日に、 再び村子に奪われるまで長期間にわたって保持した。IC 王座陥落後はプエルトリコに凱旋し、カルロスコロンの主催する WWC にて活動。1983年4月30日にはコロンとのコンビでメディックスを破り、WWC 世界タッグ王座を獲得。シングルでは同年6月25日にバディランデル、 1984年3月23日にスイートダディ式から北米ヘビー級王座をダッシュしている。1985年ビンス・マクマ・ホンジュニアの身体成果となった WWF に復帰。ニューヨーク、カリフォルニア、フロリダなどかつての主戦場を中心に全米サーキットへ参加した。1986年4月7日のレッスルマニアにでは シカゴ大会で行われたバトルロイヤルに出場し7万人を超える大観衆を動員した同年8月28日のザビックイベントではハーリーレースと対戦している。1987年の引退後は WWF のスペイン語放送のカラーコメンテーターも務めた。1995年には長年の功績を称え WWF 伝道に迎えられた。 晩年は、パーキンソン病を患い、2019年2月12日に死去。76歳だった。日本では1966年3月、日本プロレスに初来日し、第8回ワールドリーグ戦に出場。ウィルバー・スナイダーと優勝戦進出を競った。1974年5月には全日本プロレスの MSG シリーズに参戦して、 ジャイアントババと PWF ヘビー級王座 MSG 杯を争った。1976年には新日本プロレスと WWWF との提携路線に乗って新日本に登場し、第3回の新日本版ワールドリーグ戦に出場。全勝で優勝戦に進出して坂口誠治に敗れるも準優勝の戦績を収めた。リーグ戦ではキラーカールクラップを相手に、 流血戦も演じた。1978年と1979年の来日ではアントニオ猪木の NWF ヘビー級王座に挑戦した。1985年の新日本プロレス IWGP&WWF チャンピオンシリーズへの特別参加が現役最後の来日となった。WWF ヘビー級王者時代。ありがとうございます。